言うんじゃないの。だいたいあんた理数の成績はこの私よりいいじゃないの。それで取り柄がないとはどの国に言われて。お父さんもお母さんも会社経営だし、いっぱい勉強してちゃんと後を継がなきゃ。しかし相変わらず鈴鹿んちは猫天国よね。時を超え刻まれた悲しみの記憶、まっすぐに。トロ君、近くにエディルレイドの反応はないのよ。まずあの子の居場所を聞き出して。やっぱり変なのよ。近くにエディルレイドの反応がないのよ。トロ君は私が守るのよ。指一本触れさせないのよ。トロ君は私を必要だって言ってくれたのよ。だから私はボル君を守るのよ。すいませんです。洗って返しますから。行きたくなくても行くんです。死にたくなければ。不老不死の技術はさくら君がロリコンの世界を作ろうと研究中に偶然できちゃった技術だからです。はい。冷たいです。大丈夫？捕まえたです。新しい人ついてる。ごちそうさん。大変だね。一人はハイスペックで、見えようが何しようが信じてなけりゃいないのと同じ。まずこのアホみたいな家をどうにかしろ。いきなり銃持って押しかけてきて、あんた何なのよ。あの世に行く前に徳屋行け。後手13隊12番隊副隊長黒土ネムです。マイリ様、私にも補軸剤を。傷が肺に達しているようです。頭を狙えばマイリ様を殺せた。でもそうしませんでしたね。私はリリー、ケンタの隊長。もっと練習しようよ。言霊を削って術の名前だけで私たちを呼び出せるように。いやな痛み悲しみで傷ついた君も生きる者には不滅の魂を、死せる者には復活を。その証が奇跡の御業。一の質量の者からは同じく一の者しかできない。僕が同じ大きさのラジオしか作れなかったのと同じです。もう兄さんたらロゼさん怒らせて。どうかどうか時間を止めて君の面影を。ミカさん、お願いします。わかった。トーカム、エミタメ、カンゴン、シン、ソン、リッポン、ダケン。思ったより呪力が強い。お兄ちゃん社長はミカンの代わりに自転車に乗ってくれたんだもんね。え、あの人がお兄ちゃん社長の友達？楽しくなりそう。優しさは強さになる。恐れないで死ぬ。なんかすごくリアルなんでしょ。ついでに見学させてもらおうよ。もうさっきから暗いよ。みーちゃん、もーちゃん、またアオバさんのことで悩んでる。大変だ。アオバさんがあの人の魔の手に。みーちゃん、今こそ立ち上がる時なのだ。行け、戦え。みーちゃん、ただ強く切なく心が叫んでる。でも今はとりあえずお前のを先に聞かせて。あんもう、うるさいうるさいうるさい。今さら切られたぐらいで騒がない。この間と同じリンネね。でもまあ無駄駒をちょろちょろ出し惜しみするぐらいだから、よほどのバカなんだろうけど。この手を離さないで、君から伝わる想いから心。名前は？ルイス。ルイズ・ドラ・バリエールです。あ、口封じの魔法、去年教わったやつ。私、召喚魔法サモン・サーヴァントだけは自信があるの。こんなエロイヌー、ごめんなさい。なんか知らんが助かったよ。お、マリア、いいところに来た。早く手当てを。
せっかく命の恩人がくれたコートだ。大事に着てやらねば三千院家の名が泣くだろ。新しい仕事を見つけてやると約束をした。礼もある。だからこいつをこの三千院凪の新しい執事にする。また来ない早くしろ。